小武ルキは、新末民初の軍人、中華民国の初代石膏と説く。字は、白期。1900年日本に留学する。1904年に陸軍士官学校を卒業した。翌年、東京で中国同盟会に加入し、宣伝部長に任じられた。帰国後の1906年、石膏新軍第二標標党に任命された。以後、第一標。 しめにみつる、弁目学道総弁、京連ところパン弁、石膏工部学道総弁を歴任している。その後、厚生省に転勤し、1九百九年厚生参謀、ところ総弁に就任した。1九百十年、広東省に移動し、広東根政教教頭に就任した。1 9十一年十月に、広東革命派が武将企業に交往すると、 小武力は都督府を組織し、軍事部部長に任命された。後に一時は都督代理を務めている。1912年1月、石膏省に戻って、石膏都督県民政庁に就任し、2月には、小平林、長健と共に統一党を組織した。この当時、石膏省内では、小武力らの日本留学士官派と南京陸士、 補定促成等の国内卒業主幹派との派閥争いが激化していた。同年7月、昭は国内卒業主幹派の趣味図に追われる形で石膏都督を辞任した。1914年6月、章武岳は遠征外から千岳志将軍に任命される。1915年、縁が皇帝即位を宣言すると、昭はサ津原が起こした。 五国戦争に呼応する巨兵を石膏省で行い、園討伐に動いた。1917年、五方戦争に参加する。民国10年5月、非常大総統となった孫文の下で、公衆軍政府参謀次長に就任した。その後、国民政府においても、職歴を重ねる。1931年に、王朝明が、紹介席に反対して、公衆で、 国民政府を受立すると、翔武るは王を支持して、公衆国民政府委員となった。しかし同年、翔武るは死去した。去年50、ありがとうございます。